自分の持った夢に自分の人生は概ね比例する。自分の夢も明確に持たずに、自分の人生に対するビジョンも持たずに、ただ生きていくために給料もらいに行くと。でも今は現状それしか仕方ないじゃんと言ってる間に人生あっという間に終わるから。僕は人生は山あり谷ありだと思ってるんで、はい、谷はどんだけ深くてもいいんです。谷も人が体験したことのないぐらい谷を経験した人間にだけ高い山に登れる。こんな苦しいことお前ら経験したことないだろうと。これはもうすごいラッキーだと。もう正面衝突していかないと、こう大きな次のこの栄光を手にできないと思ってるんですね。これから多分皆さんどんどん失敗していくと思います。チャレンジをするってことは失敗をする確率も上がるってことです。逆に言うと、チャレンジしなければ失敗することはないかもしれない。でも成功することもあるよ。どうやったら楽しくできるか、それは今を一生懸命生きることです。失敗は自慢ができると。失敗した人ほどかっこいい。失敗してない人に魅力はない。僕は成功にとらわれる、成長にとらわれる。努力しても成功できるとは限らないです。実際に頑張っても成功できなかったりとかいっぱいいます、ね、僕もそうです。でもその時にまず違うもののせいにしてはいけないっていうのがまず1点で、僕が裏切られたことがないっていうのは何を意味していますかというと、実際に努力はしたはずなのに結果が出てないケースもあるわけです。でも努力した時には絶対に成長しないです。 100% 僕の人生で 100% の割合で努力した時には成長はし、成長の先に成功がある。10分でも20分でも30分でもいいんで、自分が今持ってない能力を少しでも磨いて、昨日の僕より今日の僕が成長してあげるようにする。自信あります。失敗してきた数、挫折してきた数は自分の唯一の自慢できるところですね。そこがいわゆるそういった人に見えてない領域を見させてくるんですよ。全くミスなしで、間違いなしで、そこにたどり、まあ、つけないですよ。ついたと。まあ、しても、深みは出ないですよ。無駄なことって、結局無駄じゃないっていう。僕は遠回りすることは一番近道だと。まあ、信じて、やってますけどね。俺になくて、この人たちのあるものはこれなんだなっていうのに、こうちょっとずつ気づき始めるんですよね。物事って、何が価値を生むかって言ったら、もう人が求めるもう数だけなんですよ。僕は本当に自分がチャンピオンになりたい、成功したい、お金持ちになりたい、強くなりたいって思いでトレーニングして試合に出てましたけど、それも自分のためだったんですね。自分が有名になるため。そうじゃない。この人たちの価値は自分が芸能人としていることじゃなくて、いることで周りの人が笑顔になったり元気になったりしてることがこの人の価値だと思ったわけですよ。人の価値とか商品の価値っていうのはそのクオリティじゃないんですよね。どんな仕事しても、どんな趣味持っても、どんな希望を持ってて、どんな夢があっても、それを誰かが必要としてなかったら僕は価値がないと思います。それは日本一のクオリティを保っているのにもかかわらず1円も稼げなかった僕が一番感じたことであり、真実じゃないかなと思うんですね。これから生きていく上で大事なことは、僕は目先のことに集中することだと思う。長期計画なんか関係ないんですよ。まずそれをやってください。それをやらない限り始まらない、何も始まらない。なぜ私がいろんなことにチャレンジをして、そしていろんな失敗をしながら、そしてたくさんの人に裏切られながらも、こうやって楽しく生きられてるかっていうのは、今を生きてるからです。今を集中して生きてるからです。